まずはドンドラ悟空アルター。来ましたね。本編にも登場しました。チェンジ変形がめちゃくちゃシンプル。姿がね、ガラッと変わりました。と、ドンドラ悟空をこう上に乗せるとこんな感じです。グリーンにこう差し色がこう赤が加わったことによって、より広い草がこう増しているかなという感じです。ウォータファの,の秘密基地。 動画を終わりに皆さん、こんにちは、オたファです。今日紹介するおもちゃは、これだアバタロー戦隊、ドンブラザーズ、チェンジヒーローズ、ドンドラゴクアルター&、ニンニンジャーアルターだ <laughs> おー、全国のガンゲロー集結せよ今日もね、これを同時にレビューします。どうぞ最後まで見てください本編見ましたか <laughs> ドンドラゴク早くも大波乱といった感じでしたね。もしよかったらぜひ、本編も合わせてみてね。 ぜひ本編を見た感想とかも教えてください。まずはドンドラ悟空アルター。来ましたね。本編にも登場しました。ドンドラ悟空がアルターチェンジした姿ですね。グリーンのドラゴンを基調とした。まあ、いわゆるロボットのスタイルなんだけどね。アルターです。まあ、ちっちゃいやつですね。ちゃんとドラゴンモードに変形するというやつです。CH ジョイント。 本体にあって様々なおもちゃとね、連動遊びができるってやつです。まあ、今回はね、この変形がすごい楽しみですね。背面にアバトロギアを装着も可能となっています。さあ次、リン・リンジャー。<laughs> リン・リンジャー・アルターですね。忍ばずわしょーい。そうだね、これも、 ドンドラ悟空アルターとね、合体できるわけですねう。ドンドラ悟空がね、このように乗っています。さながら均等みたいな感じかな。ギアもね、付属しています。パッケージの背面。合体した姿がこれですね。わぁ、これもすごい楽しみ。あけーろ。刀手笛や刃の、刃物を使うときはね、気をつけてね。じゃーん。おぉ、ボリュームそこそこあるね。驚きました。結構ある。せーの。 じゃんお、こんな感じですね。さあ、というわけで、まずは、ドンドラゴクアルターから、じっくり見ていこうじゃんこれね、衝撃なんだけど、ちょっと大きいですね。あの、後でね、大きさ比較するんだけど、大きいなと思いましたね。全体のプロポーションこんな感じで、もうまさに龍が、人型に変形したんだなっていうのが、こう、一目で見てわかる、結構細身なプロポーションとなっています。龍子の劇をね、右手に装着した状態となっています。 顔の造形はこのようになっていて、竜の口の中に頭部があるといった感じですね。特徴的なサングラス状のパーツがあります。それから頭頂部はこんな感じですね。もうまさしくドラゴンの顔といった感じですね。で、ここに中華マークがあって、シルバーは塗装になっています。腕はこんな感じですね。拳がそのまま竜の爪になっているという感じですね。左右で造形は同じ。で、竜子の劇はこのようになっていて、肉抜き穴がね、こっち側にはあるけど。 まあそんなにあ、まあ気に、まあ気になるっちゃ気になるけど。まあワン、あ、ごめんね。ツーパーツ構成だね。うん、ここが取れる。という感じの。ツーパーツ構成となっています。が、すごくいいなと思ったのは、こことかね、肉抜き穴を埋めています。こういったところがそのまんまになってないところが非常にいいなと思いました。足回りこんな感じ。あの結構ね、キュッと締まった細身の感じとなっています。ここもね、肉抜き穴が埋められています。 こういったところはすごくいいなぁと思いますね。足の裏。足の裏もね、肉抜き穴を塞いでいます。こんな感じですね。で、ここに、ドンドラゴクアルターのギアをセットできます。うん。正面から見るとね、ちょっと目立つんだよね。細身なプロポーションだからちょっと目立つ。まぁ、あ、劇中のあれもあるから、つけてなくても全然いいかなぁと思いますね。ドンタロ郎アルターとか、まぁ、あ、ロボ太郎。 うん、どうもも、ロボ太郎とね、一緒に並べるとこんな感じです。どうだいぶ大きいよね。同じチェンジヒーローズのドンドラゴクーと並べても、これだけ大きさの差があります。結構でかい。それから可動。頭部は横には動かないです。首元で上に上がるという感じだね。で、あとは口。いわゆるここが口になってるんで、ここが開く。といった感じですね。それから腕。腕はチェンジヒーローズジョイントになってるんで、ロール。 であとはここもロール肘が曲がるでここはクリックが入っていますねいい感じですでここは回るえー、あごめんさらに回るうん角範囲広いであとは胸部はここが回り足元はここでねチェンジヒーローズジョイントとなっているわけですまあこういう感じで干渉するところまで動くという感じでね結構動きます で、関節の渋みがね、結構効いてて、うん、いじりやすいかなと思います。で、あとは膝。膝もこのぐらい曲がります。あと足の付け根はボールジョイントですね。こんな感じで動きます。武器を持たせるジョイントはここですね。各部を動かしてアクション頭部が左右に触れないので、少しポーズは限定されてしまうけど、まっすぐの直立よりはいいかなという感じですね。 さあ、そしたらね、ドラゴンモードに変形させよう。チェーンチ今回のオタファテクニカルレベル。全部合わせて、ズバリ、に、かな。全然難しくないですね。僕が普段テクニカルレベルを言う、もう、ザ、にという感じの変形パターンになります。ここに軸があって、頭部を起こす。そしたら口元を閉じる。ここは一見多重関節に見えるんだけど、 こう一軸でこう上がるのみとなっています。ネジがしっかり打たれているのがあいいなと思いますね。どんどん行こう。腕を前に出す。そしたら、関節をこっちに向けて、こう起こすと。反対側も同様。前に出し、関節をこのようにすると。こうですね。いわゆる四つ足、四つ足にするわけですね。そしたら、この後ろ足、足は、ここに軸があるので、このまま下げる。 反対側も同様こういじってるとねちょっと <laughs> 一部の関節くたっとなるけどま,あまあ気にせずにいきましょうこういう感じですねそうすると足と足の間にジョイントがあるのでここですねここにこのようにかましてから中央部分,部分にロックがあるんでここで止めるとこうですねそうすればじゃーんこれで変形完了ドラゴンモード変形がめちゃくちゃシンプル シンプルながら一手一手が結構大きいので、うん、姿がねガラッと変わりましたこのやっぱりドンドラ悟空のドラゴンのモチーフって東洋の竜なんでちょっとこの,この独特なうねりがありますね、うん、結構大きいんだよなこの竜子の劇が結構かさ増ししてるというか。<laughs> 可動的にはそうだね。だからさっきのロボットモードの時のこういったところをこういろいろと使えば、さっき言ったそのうねりだったりをね、こうさらにこう出せるかなという感じで、こうポーズのね、付け替えがあるかなと思います。顔は近くで見るとこんな感じですね。まさしくさっきのヘルメットというかね、あの頭部の造形だった部分がドラゴンになると。いいね。で、あのサングラスをこうガブッとしているような感じですね。顔が完全に隠れます。隠してるってことは、まあ開けば顔が見えちゃうから、 そんなななに開かかいいいいい方がいいのかなういいねこのぐらいシンプルだと、うん、初めてロボットを変形させるとかそういったちびっこにもいいんじゃないかなと思いましたねめちゃくちゃ分かりやすいテクニカルレベル2という感じです再び元に戻そうこれもさっきと逆の手順ですね開く流子の劇を外す足をまっすぐにするこうですねそしたら上半身 これを、下に下げて、伸ばすと。反対側も、このように戻して、頭部を下に下げると。で、ま、この時にね、口も、このように開いてあげれば、これで戻し変形、完了。ドンドラ悟空アルターは、こんな感じ。さあ、次。ニンニンジャーアルター。そうだね、なんか、めちゃくちゃストレートな造形だよね。ま、民謡によっては、あの、手裏剣 うん。手裏剣のあの感じとか、ここにくるくる回ります。うん。こうね、ジャイロのようになってて。まさにあのパッケージの絵に,の絵にあったようにね、ドンドラゴクを乗せるようなことができるわけです。で、裏側はこんな感じになってますね。チェンジヒーローズジョイントが各部にあるわけですね。うん。これ違うかな。こんな感じ。これは、うん。ブンドドは、うん。まさにこういう感じで <laughs>、遊んであげるといいかなと思います。 と、ドンドラ悟空をこう上に乗せるとこんな感じです。足の裏にジョイントがあるとかそういうわけじゃないから、あのさっきのパッケージみたいにかっこよく乗せられるとかそういう感じではないけどね。劇中でもしかするとこういう使い方はあるかもしれないね。均等ン,トーンそういうイメージで楽しめばいいかなと思います。ドンドラ悟空アルターと一緒に並べるとこんな感じ。結構ね、ボリュームがあることがわかります。さあ、それではね、2体が合体。 基本的に合体パターンはシンプル。まずはドンドラ悟空から腕を外す。ちょっとね、ややこしいところもあるかな。うん。腕を外して、さらにね、この腕たちをバラします。あの、潜在画像の通りだと、こうバラして、これがこっち側に来ます。だから反対側がこっちに来るっていう感じだったかな。特徴としてはね、外側にこういうジョイントが出てたから、まあ、こういう配置になるというわけですね。ドンドラ悟空は、 一旦こんな感じで。さあ、ニンニンジャ。まずは中央部分のこのパーツを外してえ、これ4つね、分割します。これ4個あるけど、同じ型のものが2つずつ入ってると覚えてください。でね、これがそれぞれ肩と腕にくっつくんだけど、うん、ここのジョイントがね、それぞれこう違うから、パッと見ちょっとわかりづらいんだけど、要するにね、えー、これが、えー、腕に接続されるわけですね。 でもう一個がこう肩にくっつくみたいなこういう感じになるんですねだいたいねだいたいこういう感じになるでこれを腕をね全部くっつけましょうこうですねこう取り付けてこういう感じにしますこうかなそしたらあこれが肩にくっつくわけですねこうで、えー、これが肩の上にくると ちょっと斜めになるのが正しいです当たっちゃって、ちょっと斜めになるのが正しい片腕、これで完了反対側も同様どんどん行こうよいしょ。くっつけてそしたら、これが肩にくるこうですねちょっとややこしいよね、うん、ちょっとややこしいんだけど <laughs> 巨大な腕になります さあそしたらああ再び本体に接続するわけですねこ,こんな感じですね反対側も同様に取り付けあとは、えー、これが胸部にきますドンブラザーズのマークになってるから、まあ、おなじみですねマークになる通りにはめてあとは最後に、えー、ギアを背面にここに取り付ければ これで合体完了ドンニンニンドラゴクーアルターだ <laughs> おー <laughs> これは面白い。うん、さっきのね、えー、ニンニンアルターがね、こうバラバラになってこう合体したという。もういかにもパッと見て、こう分かりやすいやつだな。上半身かなりね、ボリューミーになっています。もう割とこのアルターというかさ、このドンブラザーズのこのいわゆる組み替えブロック遊びというのかな。これには結構慣れたけど、なかなか面白いプロポーションしてますね。で、今までの合体で一番でかいね。これが一番ボリュームあるという感じですね。 グリーンに、こう、差し色が、こう、赤が加わったことによって、うん、より、こう、広いさが、こう、増しているかなという感じです。いいね。これ、なんかこう、まだ劇中に登場してないけど、いかにもなんかこう、うん、なんかこれで飛んだりとか、うん、これで攻撃したりとか、面白い活躍をしそう。胸部はこんな感じになっててね、えー、この、ニンニンジャーのね、この手裏剣マークが、こう、胸部に来るっていうね、面白いデザインとなっています。背面はこんな感じになってますね。 この状態でもね、比較しよう。こんな感じになります。まあ、一回り、もしくは二回りぐらいね、こう、ボリュームが出たんじゃないかなと思います。一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回のアバタロー戦隊、ドンブラザーズ、チェンジヒーローズのドンドラゴクアルターと、ニンニンジャーアルターのレビュー、いかがだったでしょうかこう、一緒に触ってね、楽しんだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。そうだね。もう今年の戦隊は、もう皆さんご存知の通りですね。 王道な、あの、戦隊ロボっていうのは、いわゆるもうデラックストイで、うん、ドン鬼退陣とか、あっちの方向でやり、まあチェンジヒーローズはちょっとこう、変化球というかね、<laughs> 面白い、非常にユニークな、こう、組み替え合体の、こう、まあいわゆるこれはロボットのカテゴリーとするならね、うん、そういった商品展開になってるんだよね。だからこう、合体した状態結構面白いね。僕はとっても気に入りました。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画面白かったな、楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録と厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはね、どんなことでも結構です。今日の本編のこととかね、えー、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。もたおでしょうまたねー 「のミッションをくみだせよ」「変化が与え」「憧れてた夢のトランフォー」<music>「a t t f o l l o